それでは始めていきたいと思います。今日はねちょっとね時間の関係でいつも夜あのインスタライブやってるんですけれども、今日はね昼間やっていきたいと思います。ちょっとね子供がそばにいるので、まあなんか1歳さんなんですけどちょっと騒いだらすみませんっていう感じでやっていきたいと思います。まあそれもご愛嬌で許してください。で今日紹介するのはね天然石のネックレス、はい、昨日も紹介させていただいたんですけども、今日も天然石のねネックレスを紹介させていただきたいかなと思います。今日はね3つ紹介していこうかなと思います。ロングのねネックレスですね、はい、こちら今見せているのがロングのネックレスと、2つ目はこういうような、ね、ネックレス、そして3つ目が、こんな感じでですね、こちらメノーなんですけれども、こんな感じでメノーをねご紹介させていただきます。はい、こんな感じでね3つねネックレスを今日はねご紹介させていただきたいと思いますので、どうぞねよろしくお願いします。で、気になった方はですねお気軽にあのお問い合わせでもねいいので DM ください。またはね、ベースショップの方にあげていきますので、はい、そちらの方ね見ていただければと思います。ちょっと昨日ね眠くてもうベースショップにあげられてないかもなかったかな、ちょっともう記憶が定かじゃなくてすいませんあげられてなくてすいませんっていう感じなんですけどもね、はい、また今日ねあげていきたいなと思いますのでお願いします。じゃあね一番初め紹介していきたいのはこちらのね、アクアマリンのタンブルの石のオニキスのネックレスをご紹介させていただこうかなと思います。こんな感じでですね結構、アクアマリンが石が結構大きい感じですね。でこちらがはいオニキスになっています。オニキスこれカットになっていますね。結構石自体が重たい感じなんですけれども、よいしょ、結構長さがあって可愛いかなと思うんですけど、ちょっとねインカメラにできるかな、今日ちょっと私すっぴんかもしれないんですけどインカメラにしていこうかなと思います。ちょっとあれインカメラとかあったあったあった、はい、こんな感じでですねネックレス見えますか、はい、長さがあります。はい、すごいねタンブル、これなんかカットされてる石なので、うん、なんか面白いかなと思います。このタンブル自体もカットがすごくあるのでわかるかな、はい、すごくいいです、つけてる感じがね、うん、なんか今ちょうど私黒着ちゃってるのでオニキスの感じがあれなんですけれども、はい、分かりづらいかな、でも 肌のねところがねこうねカットされてるから多分分かるかと思います。はい、こんな感じでまず1つ目はアクアマリンのタンブルですね。金額がちょっとね後で一番最後に言いますね。ちなみにこちら今85センチになっています。はい、こんな感じでカットの石になっています。じゃちょっと反対向きにしてこうかな、もう少しね多分石を見たいと思うので光のあるところで見せていこうかな、なんかこんな感じですね、はい、こんな感じでねタンブルになっています。カーブちゃん大丈夫だよ、帰ってきても、うん、すいません、スタッフさんがうろうろしたり喋ったりするかもしれませんが気にしないでライブやっていきます。はい、じゃあちょっとね2つ目を紹介していこうかなと思います。2つ目はこちらメノーになっていきます。引きでいこうかな、メノーを紹介していきたいと思います。こんな感じでねカラーのメノーになっています。このカラーのカーブちゃん、このメノーって色をつけてるんだよね、このやつ、あ、そうです、染め
これは染めでこういう色に目のんをしている状態です。ピンクと紫と黄色の感じ。これはなかなかこういう、うん、あのくり抜くのがなかなかちょっと大変というか、切り込みがないので、うん、くり抜くのがなかなか大変で、やっぱこの形はちょっと珍しい。私は初めて見た感じですけど、こんな感じで、ね、なかなかカラーでこういう風にカラフルだけど、なんか目のなのになんかちょっと面白い感じします、うん、はい、珍しいと思いますので、すごくおすすめで、このね、またこのネックのつないでるのが、これが2連っていうの、2連で、うん、2連でこういうふうに縛ってある感じ。ナナだね。で、ところどころにこうやってね、金具で結んであったりとかしますが、はい、ここもね、カットの石で、これもね、メノウになっています。この細い粒のメノウもまた可愛いかなーって感じですね。二重になっています。はい、ちょっとじゃあつけてみますか。つけてみた感じで、ちょっと見せていこうかなと思います。つけるとこういう感じになっています。で、ちょっと面白いですよね。あえてね、アシンメトリーになっています。はい、こんな感じになっています。はい、長さ的にもでもなかなか使いやすい長さかなと思っています。こんな感じですね。ちょっと光の加減でね、またちょっと違う風に見えるんですけど、もうちょっと近づいてやっていこうかな。よいしょ。こんな感じです。見えますかね。こんな感じで丸い。面白いですよね。なかなかない感じだと思います。ほら、ちょっとね、目のこの感じ、模様っていうのがあって面白いですよね。目のこういう薄いところと色が入ってるところも、なんかこうやって、ね、石の天然のあれが、模様が見えますよね。こんな感じですね。はい、粒もまたね、可愛いですよね。ということで、目のを紹介させていただきました。で、一番最後はね、南洋石がメインのネックレスになっています。これね、使い方がちょっといろいろで、今こっち向きで今紹介してるんですけど、この金具がどこでも留められるので、例えば反対向き、こっち向きが南洋石がポイントで、下に向けてこういう風につけても面白い感じです。はい、なのでこれなんかこう使い方によって形が変えられるようなものになっているので、またねこう変えていきたい人にはすごくおしゃれかなと思います。うん、石自体もね、これはですね、石をちょっといろいろ使っている感じですね。このなんかこう2粒ついている、ちょっとこれ色が分かりづらいかな、グリーンなんですけど、これね、グリーンアメジストになっています。グリーンアメジストのカットになっていて、なんか双子ちゃんみたいな、こうやってね、玉になっているものになっています。で、この、もちろんこれ淡水パールになっています。他にはペリドットですね、この間のグリーンとかペリドット、そしてさっき言ってた南洋石ですね。これ南洋石ね。見た感じ濃いグリーン、グレーみたいな、なんかちょっと大人な感じのグリーン、深いグリーンだけど、パールがかかってるからまたなんかちょっと違う感じに肉眼には見えますね。はい。で、この間もね、パールで、普通のパールとこのね、金の色がある、はい、パールがあります。
うん、これも多分色をつけていると思います。はい、ペリドット南洋石淡水パール、グリーンアメジスト、クリソプレーズ、クリソプレーズはこのグリーンのところになってますね。こんな感じで、はい、あります。で、金具のところがなんか葉っぱになっているんですよね。こんな感じで葉っぱになっていて、金具がね、これね、カパカパで、カパカパ、カパカパでこうやってね、外せられて、いろんなところにこういうふうにつけることができるので、ちょっとね、調節がいろいろできます。はい。ちょっとつけてみようかな。ちょっとつけてみますね。よいしょ。つけ方によって違うと思うんですけど、こんな感じかな。インカメラにします。こんな感じでですね、まあ、好きなところにこうやってつけることができるので、今短くもっとしたい場合はここにポチッとして長さをね、こういうふうに調節することもできるし、もちろんこれを反対に変えることもできますよね。ちょっとカメラの感じですいません、片手でしかできないんですけど、ちょっと待ってください。ちょっとカメラを置けるかな。ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと大丈夫かな。大丈夫かな。ちょっとこの状態で待ってくださいね。これで付け方を反対向きにすることもできる。でも止めやすい、こういう付け方もできる、うん、いろんなこう付け方ができて、これはすごく面白いかなと思います、うん、でまた、ね、南洋石、これがこういう感じなんですよね。わかりますか、カラーの感じがまた面白い大人な感じですよね。うん、こんな感じで、なんか粒もすごいちっちゃくって可愛いですよね。うん、こんな感じでご紹介させていただいております。はい、という感じでこちら今日は3点ご紹介させていただきました。ちょっとネックレスなのでね、今日はつけてみたりもしてみました。まあお好みなのでね、つけ方はいろいろあります。で、ちょっと光の加減を、ね、見せていきたいな。なんかこんな感じでですね、グリーンアメのカットね、キラキラしてて面白いと思うんですよ。でね、これは金色なんです、このパール。このパールは金色ね。こんな感じで。クリソプレース、淡水パール。ね、こういう感じで南洋石、こういう感じですね。面白い。で、こういう感じで南洋石。はい。で、これね、止めるところが葉っぱのカパカパになっていますね。はい、という感じでこちらご紹介させていただきました。ちょっとね、金額言ってなかったので金額を言おうかな。すいません、金額がね書いてあるね、メモがすぐちょっと出せなかったので、よいしょ、ちょっと3つね紹介させていただきました。こんな感じでね、ネックレス、全然違うパターンのネックレスがあります。でもこの今日紹介したのは結構昨日紹介したのと違って、また個性的な感じのネックレスかなと思います。すごいおしゃれなね、個性的なネックレスを紹介させていただいてるかなと思います。なんか光の加減があれだな、ちょうどこんな感じかな、うん、こういう感じですね。はい、す
みません、これが限界かな、光でもね、肉眼だともっとね、こうなんだろう、もう一カラー明るいかなっていう感じ。それがちょっと表現、カメラの機能がですかね、あれかな、うん、あ、長さを測ってないか。これは85センチって言ったけど、これが何センチなんだろう。ちょっと今測ってみますね。長さを測ってみます。ペリドットのこれが68センチ、68センチになります。はい、よいしょ、こんな感じ。これが目の方が何センチかな、68センチ、これが約40、まあ一瞬のあれで45センチかける2かな。ちょっと待ってくださいね。ちょうどね、測るところがね、なんか丸いちょうど目ののところ、まあ45センチで90センチになっていきます。こちらの長さはですね、約90センチになっています。この周りがね、はい、という感じでご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。じゃあちょっとね、金額をお伝えさせていただきます。じゃあ手前から行こうかな。ちょっと待ってくださいね。一番手前が、3万で、これが真ん中が、1万7千円、3万、1万7千円、うん、で、目の方が、ちょっと待ってくださいね。目の方が、25,000円になります。これが25,000円になります。はい、という感じで、あ、たかこさんまた見てきてくださってありがとうございます。はい、こんな感じで、はい、今日はご紹介させていただきました。またね、気になる方いらっしゃいましたら、ぜひね、お気軽にお問い合わせでいいので、お問い合わせでも何でもいいので、まあ、お気軽に DM ください。またはベースショップの方にアップしておきますので、もしよかったらね、ベースの方からね、ご購入していただいても大丈夫です。ということで以上になります。今日はね、昼間やりました。できれば土日は昼間できる時はしたいかなと思いますので、はい、ちょっといつもの夜の時間とは違うんですけどね、見ていただければと思います。はい、ということで以上になります。ありがとうございました。